日本と韓国の美的感覚の違いについて見てみましょう。ようこそ日本すごいですね TV へ。パーソナリティの出雲です。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、日本と美的感覚が違いすぎる、被写を見るだけで全てがわかると話題に、をお送りします。被写の違いで美的感覚がわかる。先日韓国掲示板に、韓国はなぜ美的感覚が不足しているのだろうかというスレッドが立ちました。そのスレ主の主張と日韓の人々の反応をご紹介します。まずはスレ主の主張です。韓国にある水を飲む場所と、日本の手水屋と呼ばれる寺や神社にある手を清める場所、二つの用途は異なるが使われるものは同じだ。水とそれを救う秘釈だ。しかしそれを見比べると、その美的感覚が大きく異なることがわかる。まずは日本の手水屋だ。石でできた水を貯める場所に竹が組まれ、秘釈の置き場となっている。尺も木でできており、非常に雰囲気を感じさせる場所だ。そして次に韓国の水飲み場を見てみよう。水を貯める場所自体には大きく変わらないが、問題は秘釈だ。赤と青の色が強いプラスチックのものが置かれている。この場所が特別なわけではない。他の場所でもこのように青と赤の秘釈が使われている。ここもだ。韓国はどことなく自然に溶け込めていない姿で、日本は自然と調和しているように見える。些細なことのようだが、この秘釈一つで雰囲気がガラリと変わっているのだ。韓国はなぜそのような些細な部分に気を配ることができないのだろうか。赤や青のプラスチック製の秘釈を必ずしも使う必要があるのか。原色のプラスチックは衛生的にも見えない。このスレ主の主張には日韓から多くの声が寄せられましたのでご紹介します。韓国の反応。木の方が非衛生的じゃないか。長く使っていたら腐るじゃん。日本のは飲む用途じゃないからね。プラスチック製のもあるけど、それでも木の色をしたプラスチックを使っている。韓国のは日常的に使う場所だからね。遊園地でもないのに、なぜそんなところにまで気を使わなければならないのだろうか。だって綺麗な器を置いといたら持っていかれちゃうからね。それだね。レストランの食器も上等なものを使うと盗まれるというからね。幼い頃から美的感覚を養う教育をしていないからだ。日本人はアニメを見て育つので、子供の頃から美的感覚が優れている。和食のビジュアルを見た後に韓国料理を見ると食欲が低下するね。それと似た話だろう。プラスチックの秘釈以外は素敵だよ。秘釈なんて簡単に変えられるんだから、大きな問題じゃない。木製よりもプラスチックの方が衛生的に思う。手だけ洗うのなら、いざ知らず、飲む用途であれば、プラスチックが最高だと思う。日本旅行に行くと、あれをよく見かけるが、あれは飲むものなのか？それとも洗浄用？日本の神社にあるのは飲む水ではない。神に挨拶する前、手を洗い、口をゆすぐためのものらしい。神社以外にあるあの手のものは、もしかしたら飲めるのかもしれないけどね。木製は不衛生だ。木目に水や不純物が染み込み、細菌がたくさん繁殖している。プラスチックよりも雑菌の繁殖がはるかに深刻。韓国には美しさを追求すること自体贅沢と考える風潮があるからだね。儒教的倹約主義だ。衛生面で見ると、プラスチックよりもステンレスの方がはるかにいいけどね。全部ステンレスにすればいいのに。日本の写真は神社の写真だね。収入があるからあのようなことができるんだろう。プラスチック製でも周囲の環境と調和した形にすることはできるよね。美的感覚が劣っていることは認めなければならない。日本の清水寺に行くと飲む水もある。そこはステンレス製の秘釈を使っていて、紫外線消毒装置まで設置されている。いいものがあれば、公共のものだろうが何だろうが無条件に持ち去るからね。ファストフードの店のおかわり自由の飲み物はペットボトルに入れて持ち帰る。そんな文化だから、上質な秘釈が置いてあれば必ず紛失するだろう。
日本の反応。きっと木の柄杓よりもプラスチックを先に発明したんだよね。陶磁器よりもステンレスを先に発明した国だし。なんでプラスチックの方が衛生的だと思っているんだ？木の殺菌作用とか知らないのかな？あのプラの柄杓で直接水飲んでるの？せめてステンレスの柄杓にしなよ。韓国でよく使われているステンレスの食器も美的感覚を感じさせないよね。食欲が減退する感じがする。日本人の感性の原点が自然との調和にある。日本人は自然の中で生かされているという考えが根底にある。だからプラスチックで作ったとしても木目模様にするんだ。毎日取り替えるならともかく、プラスチックも相当汚いぞ。屋外だから太陽で多少殺菌されるのかな。プラスチックだってすぐカビ生えるし、衛生的だとは思えない。俺ならこれで飲みたくはないな。せめて自分で水筒か空のペットボトルを持っていく。日本でも田舎の飲料用の湧き水だったら韓国のとそう変わらないかな。金属製だったりプラスチックの柄杓を使っているよ。多分美術は金にならないから価値が低いって優先順位だろうね。すくって飲むってことが達成できれば何でもいいって思っているんじゃないかな。日本の写真を見なかったら別に普通と思っていただろうね。他を知るから自分たちと比較してしまい劣等感を感じてしまうんだろう。だから最初から他の国を見なければいいのに。日本はアジアからもたくさん学んだ。そして欧州からもたくさん学んだ。そして独自のものを築いてきた。ただ他国と比較して悔しいと思うだけじゃなくて、さらに改善していくことができるかが大事じゃないかな。韓国は日本と比べてやっと問題を発見することが多すぎる。韓国内でもっとこうしたらいいんじゃないかと、常日頃から自力で問題に気づけるようになってほしいね。柄杓は論外だけど、柄杓以外も目を向けてほしい。細部に美意識のレベルが違うことが感じられるよ。日本人は感覚的に見えないところにも気を配ってるって人が多いからね。観光地や遊園地以外でもちゃんと綺麗になっていることも結構あるよ。文化や伝統の継承があまりされないからだろうな。だから意識や感覚が気づかれず磨かれないんだろう。日本は木と共にある。日本は古くから木と共に生活をしてきました。現存する世界最古の木造建築が日本の法隆寺であることからもそれがわかりますね。そうした文化を大事にしているからこそ、柄杓が今も木で作られているのでしょう。中にはプラスチックのこともありますが、それでも木目をつけてできるだけ木に近づけようとしています。そうした調和の精神が美的感覚を生み出します。こうしたものは長い年月の末たどり着くものなので、比較をして羨むようなことをしないでほしいところですね。あなたは日韓の美的感覚についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴ありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。